今日はお料理したくないな。耐熱ボウルだけでパスタ作ろうか。え、それだけで？水とサラダ油を入れてパスタを入れるね。パスタを水になじませたら、ウインナー、玉ねぎ、マッシュルームを広げて入れて、ラップをふんわりかけるね。メニューを選んで。たくさんメニューがあるんだね。今回はナンバー18で決定。写真が出てる。ナポリタン、パスタは 1.6 ミリだったね。スタート。これだけ？うん。すごい。できた。ケチャップとウスターソースを絡めて、ワンボール料理の完成。おいしい。簡単ですごいね。エビチリ、牛肉とキノコのクリーム煮、オクラの梅肉和えも作ろうか。それもワンボール？中華やフレンチ、野菜たっぷりの副菜もボウルに入れるだけで作れるんだ。さすが。